ただいまより JBW 白マッチ選手権試合調印式を始めます。おい風、おいプロモーター、なんだこいつら、パッとしない奴ら。お前なんでこんなパッとしない奴ら連れてきてんだ。お前全然喋ること考えてなかったろ。なんでこんなパッと、うるせえバカなあ、それしか言うことがねえんだこんな奴らには。まあこいつら確かに明らかに今までの奴らと違って個性がなさすぎんだ。ちょっとパッとしねえんだ。ああ、なんかてめえも言ってやれ。お前らな、お前今までのお前俺らのタイトルマッチ見てきたのか。お前明らかにお前自分たちお前ブルクソーだって気づかねえのかお前バカ野郎。おなんだお前、お前らもう忘れたんか、もう忘れたのかお前らは。お前らチャンピオンじゃねえか。何の話してんだ。何の話してんだ。何の話してんだ。やばいぞこいつら本当に。いや以前ね、あの一撃とジャンバリの超人タッグバトルっていう戦いやってるよ。おいで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 なのに、今日なんか台本ところ軽く見たら、うん、俺らが挑戦者になってるからな。台本ってなんだバカ野郎。ちょっと待てよ、そもそもなんだ、何の話してんだ。覚えてねえのか。とりあえずそのベルト返せ。え、何の話してんだよ。やばいぞ、怖えよあいつら。何の話してんだ。お前ら何の話をしてんの。いつ戦ったんだてめえらと。4月から5月の間何で戦ったんだよ。何の話してんだ。何の話をしてる。筋肉マンだろ。説明しろよお前。筋肉マンのサマイバトルだろ。ああ、あ、思い出したか。あれなガチで忘れてるやつじゃないか。あれなどういうことだよ。いや、あれだよ、めんどくさすぎてよ。ああ、ホットモットの店員連れてきて中に入れて食べ出したやつだよ。俺が断って俺がめんどくさいんだよ。てめえらが戦ったのホットモットの店員だ。あれ店員って言ってたのか。そうだ、俺らじゃねえからな。俺ちょっと誇らしげにみんなに伝えちゃったわそれ。だからバカなんだよな。お前らほんとなってねえな。ほんとになってねえな。なんだおいてめえも、なんよベルトよこせだ。誰と戦って勝ったつもりで嫌なんだよ。お前しかもめちゃめちゃ体調悪そうじゃねえか。お前大丈夫かお前。めっちゃ熱いわ。熱いけどお前体調から整えてこいよお前。いつもこんな感じだよ大体。しょうもねえなお前らと。なるほどな、それで調子に乗ってタイトルマッチに来たみたいな。そうだ、そういう流れか。ああ、勘違いも華々しいな。勘違いもいいとこだ。じゃあそこまで言い訳するんだったらもう今日で蹴りつけようよ本当に。言い訳に聞こえるらしいぞこいつ。何なんだこのじゃがいも野郎。じゃがいもってどこがじゃがいもなんだよてめえな。俺たちの恐ろしさ知らねえな。残念知らねえな。残念ってなんだバカ。ちょっと勘なんだよお前。いいだろおい。てめえらでやれんのか。やれるよ。3秒だ。3秒おてめえら3秒で殺したら。じゃあ入ったら3秒稼げるからだ。3秒で死ぬからな。いいぞ。それでいいんだな。いいぞてめえ。いいぞ。おい今すぐ親に電話かけろ。親に電話しろてめえら。遺言残しとけ。マジで電話してやるからな。親に遺言残しとけてめえ。土曜日だから今日お母さん休みだぞ。しろ今すぐ。じゃあしろよてめえ。今すぐしろよお前。てめえのおかんじゃあ電話しゃべってやろうか。このまんま。お前登録ママになってるぞ。やめろよ、やめろじゃん。仲間だった。おい変わってやれてめえ。おい俺もちゃんと言ってやったら。おい熟女いけるだろてめえ。俺お前全然いけんな。宇宙さんとさ熟女いけるからな。気をつけろ。やってやろうお前。知らねえぞお前。だから知らねえぞてめえのママが。てめえのママがどうなっても知らねえぞ。出ねえんだけど。あ、もしもし。ああ言ってやれよおい。変われ。おい。ちょっと今収録中なんだけどちょっとだけごめんね。言ってやれよサンドス。俺の母さんこういうのタイプの人じゃないんだけど、めっちゃおとなしい人なんだよね。おいクソババア。やめろ。お母さんごめんね、今収録中でなんか変な人が気にしないで今のは。どうでもよこんなやつ。さっさと収録中から仲良くぞ。お母さんごめん。あとはてめえらに締めとけバカ野郎。収録中でちょっとごめんね本当に。ちょ変な人たちに絡まれて。いやうまくいってるから大丈夫。頑張るね。今関西でも俺頑張るから。じゃあ。まあ、また家族関係がややこしくなってきたわ本当に。ガチでかけてるからな今本当に。まあいいか、あいつらも行ったし俺らも行こう。はい、オッケー。ごめんなさい、いや全然全然すいません。ごめんなさい、俺家族いるの大好き。すいません申し訳ないです。すいません。いや本当にすいません、ちょっと後で出てました。ただお母さんはちょっとイライラしてごめんなさい。なんなの、なんなのなんなのつって。
2番だけど先頭だ。いや多分1番が出なかったんだろうな。てことは実質俺がナンバーワンだ。分かるかおい、おいてめえ分かるか、俺がナンバーワンだ。おい俺が何か言ってみろ。おい俺が何者なのか言ってみろてめえ。おいてめえなんで喋らねえんだてめえ。おい今日変われよおいてめえ。おいセコンド変われてめえ。喋らねえだろお前、喋るやつに変われよ。おい喋ったらええんだよ。炎上ってなんだよ。炎上ってなんだてめえ。俺らって誰だよ。あんな生きてますけど、あのマスクの紐結んでくれって言われた時、結んだら小声でありがとな。意外と優しいですよ、藤さん。一方的に全員ボコボコにしようかなと。なんならもう相方も葬ろうかなと、この場で。そうすれば俺も一撃で仕事増えるんで、枠が空いて、もう本当に炎上やめます、指定代結婚しますとか全部俺嬉しいですからね。ひょっとしたら俺の枠が空くかもって思いますけどね。じゃあとりあえず今日は個人的に負けられないからな。もう今日3万5千しか持ってないんですよね。今日は俺のファンが来ねえな。女のファンが前回来てくれたのにな。挨拶かしまったな。じゃあちょっと最近の俺の同じようじゃあちょっと話そうかな。ちょっと最近ちょっと友達に紹介してもらった女。二十歳のギャルだ。これどうなったかっつうと、電話してる時に女の名前呼び間違えて振られた。最低っつって。若いって怖いね。おい何歌おっかな今日は。あいつらはな、今日は一撃のやつらってのはな、ゴッドに行き上がる癖があるんだよ。あいつらバカだから、ゴッドばっかり打ち勝って。で前回前々回となんかあいつがな痛みに遭ってっから、番長もちょっと怖えんだよ。イトシンが一回転生でやらかしてる。気にはなってんだけどな。さあどこ行こっかな。ハーレスとか。今日は朝から藤田と直接対決したいと思ってるんで。対戦やめゲーム数とか、あ、見れるのか。なるべくこっちは、なるべくどうかな。あんま回ってねえな。とりあえず今日は朝一凱旋行こうかなと思います。ちょっと周り見てみます。藤田さん、おい何だてめえ。おい何取ったんだてめえ。おい一緒に並びで打ちませんか。何取ったんだてめえ。凱旋取ります。凱旋だと思ってめえ、バカの外棒みたいに。言うて引けないからでしょ。これかてめえが取ったの。これかこんなもん、こんなもん外しちまえ。おいてめえが打つは俺が選んでやるよ。まあ初めてで島津も知らないんでちょっと今焦ってるんですけど、一体ハーデスたちはどこにあるんだ。おはようございます、まあ、多分あっちでしょ、みんないるし。俺はもう間違いなくハーデス狙い。この外しまえよ。テレビ放送俺が選んでやるよ。俺たち取れなくなるから。どけろお前。どけろお前。聞かないんだな、これは。あいつ凶暴だな、本当に。なんだあいつ。またこれいっかな。とりあえずここにしとこう。ただ怖いのがあのエルサントスだっけ、なんかエルサントスだかヒルナンデスだかわかんないけど、あいつ大体なゲスト挑戦者の横に来るから来てほしくないんだよね。めっちゃ邪魔じゃん。うっさい。俺スロット打ってて横にうっさいやついるの嫌いだから。じゃちょっとこっから離れようかなと思う。これ分かっちゃうじゃん、本当に分かんないから。何打つんだ。藤田さんゴッド得意じゃないですか。ゴッド打ったらゴッド引いちまうぞ。いいっしょ、俺2回引くんで。さすがにそこまで言われたらな、付き合うしかねえな。やっぱ勝ちの時だぜ。どっちでもいいっすよ。じゃあ外接割れよ。
凱旋それ。じゃあ俺ここ行きますわ。じゃあ俺ここ、これだ。これで一騎打ちだってね。いいっすよ。ぶち殺してあるからな。もう一発で決めますわ。うるせえバカ。おい、てめえ何取ったおい。は、歯ですよ。てめえな、何歯でさんが行こうとしてんだ。おい、てめえの相方のティナってやつだな、お前。凱旋座りやがったぞ。よし、それじゃあす。よっしゃ。よし、よし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 。どこだ、菅所。菅所どこだ。入場してないのに揉めてるけど。やばい。てめえ来い。やばい。助けないのねえ。てめえこれ撃て。お、元祖。あ、こいつ元祖だ今日は。覚えてねえ。てめえ元祖の撃てよおい。全然わかんねえから入れねえよ。藤田何撃つんだよ。俺凱旋だ。お前ずるいな。うるせえ、こいつが選んだでもしゃあねえだろお前ら仲良しだな。おう、てめえマクロスでも撃っとけ。待て待て、俺入場してるのにお前ら勝手に入ったんだ。うるせえ、マクロスで撃っとけバカ野郎。マクロスかよ。マクロスでも撃っとけマクロス。お前本当に元祖のでいいんだな。やだよ。お前じゃあ好きな歌言うてよお前。どっちだよお前。好きなの言うてよお前。お前これでいいんだろお前。マグロス好きだろお前。おいてめえ元祖の好きだよな。好きだよちょっと。てめえ元祖の好きだよな。好きだ。じゃあ何打つんだ今日。元祖だ。そうだ行けよお前。わかったよ。大丈夫だ。元祖でいいよ。元祖だろうがです。元祖好きなのどうしてるじゃないか。おいでもな、まだ台取ったままなんだよ。あ、お前もう取ってんのか。だから大丈夫なんだよ。これお前何取ってんだよお前。はぁですね。来いこの野郎てめえ。何がお前元祖だお前。くだろうお前。まあ、藤田が言ったんだよそうやって。なんでてめえ。なんだよ。なんでてめえ歩いてんだ。散歩だよ。散歩だよ。なんだてめえおい。天気がいいから散歩してんだよ。スパイかてめえ。一撃のお前散歩してなんでスパイなんだよ。てめえスパイか。散歩してなんでスパイなんだよ。一撃のスパイかてめえ。お前いいからお前どいとけよお前。どうしたてめえどこ行くんだおい。そっちの島に散歩に行くんだよ。てめえも何感想でやめてんだ。いやこいつが何かやるって言うからついてってんだけど。人のせいにすんなバカ野郎。てめえ感想度打ちたいっつっただろうが。言った。じゃあ打ってよてめえ感想度。打ちたくない。つまんねえんだよその台。こいつは感想度が嫌いなんだ。好きなら打たせてやれよお前。もう化石だあれは。なんだ急に。なんでお前こいつに優しいんだてめえ。てめえ武男には優しいのか。武男には優しい。俺はこいつ嫌いだぞお前。爽やかイケボル大嫌いなんだお前。ちょっと待って武男って誰だよ。お前武男じゃねえかお前。社会もみたいな顔しやがって。誰が楽しみに俺らに譲んじゃねえよてめえおい。イケメンだろお前。うるせえこぎたねえやつは。お前早く台取れよお前。取ったわ。お前取ったのかお前。取ったこいつ取ったわ。お前じゃお前らこそ何してんだよお前。知らねえ。早く取んねえと。知らねえよ。お前だからお前何取ったんだよ。はぁですよ。お前どこだお前この野郎。これかこれだこれか。よっしゃ。よっしゃ直接対決だ。じゃあとにかくてめえも隣でこいつぶっ倒すんだな。ああやってやるよ直接対決だ。俺がティナ担当してやるよ。ああちゃんとやるよ。絶対負けないから。よーし、じゃあ今回目第10回目の防衛戦か。なあ一撃のやつら、あんなやつらこのことで一撃沈めてやるよ。まずはどっちがこっち、ボットゲームの話しかけんじゃねえよ、もう。うるせえよ、もう。ややこしいことで。てめえ選んだんだからな。お前、これで俺が負けたら、お前責任取れよ。それは知らねえわ。うるせえよ、てめえが選んだんだろうが。どいつもこいつもバカの人とも見たいことをしやがって。まあとりあえず今日一日よろしくお願いします。なんだよなんだこいつこんな高生だよ。歌うたよ正々堂々とな。藤田さんやっぱ正々堂々なんだかんだいい人っすね。正々堂々とな。おいこの野郎。おいおてめえ何してんだおい。ゴッと引き合い。今なんでそんなクリーンファイトみたいな顔してな、そんなことしてくんだよ。お前だろ。やめろよてめえ。俺にそんなことしてくんだ。ゴッと引いちまえてめえ。今回は菅所と並びでハーレス、もう単純で分かりやすくていいと思う。じゃあ早速打っていきます。ということで今日は俺の超得意機種アナザーゴッド、ハーレス奪われたデースバージョンを打っていきたいと思う。とりあえずな、俺は親までバカにされてるからな、絶対負けねえぞ今日は。
一緒に戦うエルサントスはな、あんまり大したことねえと思ってんだよ本当に。そもそもこいつにあんまり有名じゃないとか言われたくねえから、はっきり言うけど。うわびっくりした。よっぽどよっぽどエルサントスの方がペーペーだぞ本当に。まあ今日俺たちが勝ってこの JBW 終わらすわ、最終回だわ今日、見納め。まあ、じゃあんまりも俺らを出すなんて結構ハイリスクなことするよな本当に。俺は何すんか分かんないぞ本当に。確かに今日の対戦相手の JB ブラザーズも動画を見る限りじゃなかなか過激なことはするやつらだ。俺はもう何だってできるからな、俺のがすげえよ、俺のがやべえよ。357、おお、いいところ引いたんじゃない、てめえ何やってんだバカ。おい、一番楽しいとこだろバカ野郎。お前チンタル回すなよ。お前やっぱお前親バカにされたろ、お前気にしてんじゃねえか。お前気にしてるよ、気にしてる。まあでもあれは悪かった、ごめんな。お前親思いなんだな。ああごめんな、あれはマジで悪かったよな。謝るなって。ごめん、ね、本当にごめん。元気ねえじゃねえかよおい。あれは本当にごめん、違いだよ、やめろって。頑張ろう、一緒に頑張ろう、頑張ろう。違うだろ、そういうことないだろ。とりあえずいいところで引いたらやや、何言いやったんだよ。チャンス目、もうひょっとしたらエルサントスってやつはやらされてるだけなのかな。だから動画見る限りちょっとイヤイヤ感あるんだよな、ちょくちょく。多分出場する試合の回数が少ないから日本の試合に命かけてんだろうな。その気持ちは俺も一緒だ、わかる。こいつはな俺と似てるところがあるからな。でもこのボタンを勝手に押すとかメダルを抜かれるとかっていう常套手段はもう今までのチャレンジはもうみんなやってきたことだから、そんなことじゃ拾わないよ。やべ、まだいいところ言いたんじゃない、やめろっつってんだろバカ野郎。お前パッパパッパ行けや、お前焦ってんだろお前。よかったじゃねえか、焦ってんだろお前。よかったじゃねえか。なあ、お前今日いくら持ってきてんだ。3万3000円じゃ。お前感想の言ってこいバカ野郎。お前十分だよ、無理だろお前。見とけよ見てて無理だから言ってんだバカ野郎。こっからだよ、とりあえず大チャンス、大チャンス、まだ42ゲーム。もともと結構まあ良さげなところに行っての、チャンス目一発で上がったか、まあ前兆か。ああここでレア役ね、ここでレア役だから要はリセットされてて、でまあちょっといいモードからスタートしてて、まあ通常以上かなでスタートしてて、チャンス目で上がったと。いい台じゃない、これ行ったよ間違いないよ。ほら来た、 OK 57ゲーム、投資が3本。何先に当ててんだよ俺より。え、俺より先に当てんじゃねえよお前な。3万3000円でお前俺と戦うなんてお前アメんだバカ野郎。お前ちょっと焦ってんだよ、もう60回転回しちゃったよ。62ゲームで焦ってんじゃねえバカ野郎。お前なあ、おいお前あと絡んでいくのちょっと多すぎんだよお前。ボタン1個でいちいち絡んでいくんじゃねえバカ。いいだろうがバカ野郎。お前移ろうと必死なんだバカ、この野郎。お前こっちはいっぱい車庫欲しいんだよじゃあ早く、じゃあ早く回せよ。でも回したら枯れなくなっちゃうだろ。ああそうしたら人の体で回ったやつでポンって押せば俺映るだろ。ああまあまあまあ理にかなってるだろ。理にかなってるけどお前まず自分が頑張れバカ。俺はそうやって生きてきたんだよ。お前せこいなお前、頑張れお前。業界一ってこいよ俺は。早く回させてくれよお前俺の分よし、めちゃめちゃ絡んでいくんだかあいつは。ということで今日一発目のジャッジメントこれ、まあ、前回の凱旋でも朝かなり早い当たりでまあいい台なんじゃないかって言って、でまあ結局次の当たりが天井手前まで連れてかれたっていうのはあるけど、今回はマジでいい台だと思う。ということで今日一発目のジャッジメント、いる
前ぶったね、前ぶったね、完全に前ぶったね今。逆押しよう。ああ50か、50か。でもいい、でもいい。で20。うまい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 。30。だいぶうまいじゃない、150ゲーム。セガショートは絡まないよ。よし行こう。ちょっと母ちゃんにごめんねって LINE しとくわ。おいおい、なんだよ。収録中にメールしてんじゃねえよ。母ちゃんだよ。さっきはごめんね、全部気にしないでねって送るんだよ。文句あるか。これはお前、俺からもごめんねって言っといてくれって言ってたよって。サントスが言ってたって。サントスがそう言ってたって。これでいいよ、これでいい、これで見せろ。ほらな、俺だって反省してんだ。これはもう水に流そう、これで。おい、ごめんな、うん、だからバチバチでやり合おうじゃないか。分かった、ほら、これでもうお母ちゃんは許してくれるから。オーケー、また返信来たら教えてくれ。ああ、また逐一教えるわ。これでもう気にするものはなくなった。もうハーネスは菅翔の代以外はもう全部当たってる。めちゃめちゃ状況いいんじゃないの。めちゃめちゃ状況いいよ、多分こんな早く当たんないでしょ。外線はまだあんまり動きは今のところはまだ見えてないけど、ハーレスに関してはめちゃめちゃ強いんじゃないかな。ちょっと相方のティナが心配だ。あいつはなバラエティ系一切無理なんだよ、本当にすごく硬いんだよ。普段は解析の仕事ばっかしてるからな。ちょっと目が死んでると大丈夫か、あいつ無理してる感が強いな。無理してるな、あれは無理してるぞ。おー、今全長来てたかな。まあまあまあ、ないわ。さあ見ろ、さあ見ろ。まだまだまだ、今てめえ今当たったと思っただろ。てめえ今当たったと思っただろうが。正直顔ほっこりしたよ今。てめえ決め顔作ってたよな。めっちゃ準備決め顔作ってたよな。てめえそういうなんか心に来るやつはやめてくれ。俺にだけ見えてたんだよ、恥ずかしい野郎め。意外と見えるんだよ。見えてるよ、見えてるよ。あの野郎恥ずかしい、決め顔作ってやがったんだよ今。さまねえな。140ゲーマーって上乗せてるのはさすがにまずいよな、これ。上乗せなしラスト、後乗せもない。あーもったいね。今日一発目のあたり140ゲーム409枚。今のはとりあえず朝から出目が弱いっすね。まあ何も500引いてないのもありますけど、6とか絶対上だったらバン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 いい出目出てきて風吹くんで、外れから当たらねえよこんなもん。当たらねえ、当たらねえ、当たらねえからそんなもん。おい、てめえ、えらい遊ばれてるじゃねえか。どうせてめえもな、私生活で女にもそれぐらいモテ遊ばれてんだろ。言うて何もついてないですからね、こっちも。うるせえ、俺はいいんだよ、別に、これで。てめえ、今日の凱旋みたいに、色男で女モテ遊んでると思ってや、実際女にモテ遊ばれてんだろ。正直そうかもしれない。どうなんだ、てめえ、おい。てめえの生き方そのものだ。朝一は凱旋よりもなんかハーレスの方が調子良さそうっすね。
菅氏ガッツポーズしたけど、あいつ今日3万5000しかないから下手したら昼前でまあ終わるな。モードが動いてる気配が全くしねえよ。何言いてもビクともしねえ。この典型的にダメな回線だこりゃ。そもそもが朝一の状態であんまりいい動きだったとは言えねえからな。そもそもリセットがかかってるかどうかも怪しいんだ。200ゲーム超えて何一つ何も起こらねえよ。それに比べてな、ティナの野郎の台が結構ざわついてんだよ、ずっと。結構連続して500引いてるからそろそろちょっとモード上がっててほしいですよね。さっきからデメ的にそんなでもないから、前兆で奇数連発してるだけだもん。1万とけど早いっすね。はいだ、俺らをてめえの代なんかまだ何か起こってるだけマシだろうが。俺なんか何も起こらねえよ。なんかあったら逐一教えてください。ただ金捨てただけだ。ただ金大丈夫ですか。あっちの菅翔とエルサントスは今日3万ちょいしか持ってきてないの。あいつらやべえからな。あいつらの金がなくなったら俺らが貸さなきゃいけないのか。それは無理だな。どういうことなんだ。藤田さんももし足りなくなったら言ってくださいよ。てめえムカつくこと言うじゃないか。投資11本目が230近いでまだ何も形になってないですね。通常時来たー。じゃあるぞ。扉の音聞こえたな今。おっ、ティナさん天狗の扉。おいおい、ふざけんなよ。行けよ、俺らの希望だ。見とけよてめえ、お前引き上がったろ。見とけよ、ここに何を止めてやっから。今日朝からこいつはな、ずっと好かれまくってやがった。それは言うなって。だからこれも外れるよ。間違いなく外れるんだもん。まあ見とけ、外れるよ。お前ら早く
まずい、押さえとけ。早く、この人たちさ、実は優しい人たちなんじゃねえのこれ。あら、お前絶対入れんなよ、お前入れんじゃねえぞ、お前。おーそうそうそう、よし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 、いけいけ、お前デカナビで、お前どけよ、お前ふざけんな、俺どけよ、お前俺やらせろや、お前どけよ、お前ふざけんな、お前ふざけんな、お前終わらせろ、お前早く、お前終わらせやから見とけ、お前バカ野郎、お前よしよし、いいぞ。ないない、何が小さいから、ない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 、ないよ。おい、おい、大丈夫、大丈夫、大丈夫、落ちて落ちて、見とけ、おい、おい、大丈夫、おい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 、あるわけねえだろ、お前、こんなもん、お前終わらせやろ、お前。よし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 、よし終わりだ、こんなこと終わりだ、よしよしよし、よしやっと終わりだ、あとやっと終わる、あと4ゲーム、あと3ゲームか、おい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 、回せよ、回せ回せ、好きなだけ回せよ、お前3ゲームあれ十分だから、好きなさよ、大好きな SG、 おい見せてみろよ、お前見せてみろよ、何やってんすか、これまだ2人に歌った方がいいまであった、あ、見たか、これが JBW チャンピオンだ、これがチャンピオンの力だよ、力だ、ありがとうございます、分かったか、ありがとう、最高、ありがとうじゃねえよ、ありがとうじゃねえよ、てめえら4000、どうすんの、よし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 、おおおい、うるせえうるせえよ、うるせえバカ野郎、23人もあって大股開いたな、意外か、おーっち鏡3回、うわーこれ行っちゃいそうだな、うわ行っちゃいそうだ、マジでやばい、おいおい、サントスサントスサントス、おいなんだこの野郎、サントスなんだこれ、おい超超超